取引の準備が整いましたら、早速注文を行いましょう。今回はドル円の買い注文を行いたいと思います。ちなみに約定の単位ですが、1とあるのは1000通貨を表します。1万通貨のお取引の際は10とご入力ください。右下の買い注文をクリックすることで、すぐに注文を出すことができます。さて、今実際に注文が通りポジションを持ちました。現在の損益についてポジション紹介で見てみましょう。またポジション紹介から決済注文を出すことができます。これが新規注文から決済注文までの一連の流れになります。ここからはレートの変動を視覚的に表すチャートの活用方法をご説明します。チャートの右下、100と表示されている箇所ですが、チャートに表すロウソク足の本数を意味します。つまり現在はこのチャートに100本のロウソク足が表示されているということになります。チャート上に保有ポジション情報を表示させることができます。現在のレートと比較し、保有ポジションの損益が一目でわかります。
このようにチャート上で保有ポジション、注文状態が把握できます。指し値はマウスのドラッグで注文訂正が行えます。指し値位置が変わりました。